81から718、719型は、61式回製造工場が製造した、地下鉄用電車である。2019年現在は、多種県と地下鉄とハルキウ地下鉄に在籍する。1976年以降、61式回製造工場は、モスクワ地下鉄をはじめとする、旧東側諸国の地下鉄へ向けて81から717,714。 型電車の大量生産を実施していた。だが、制御方式は、旧来の抵抗制御を用いており、消費電力やメンテナンスの面で難があった。そこで、消費電力削減に加え粘着性能の向上や、接点の廃止に伴うメンテナンスの容易化などの、立点を持つサイリスタチョッパ制御を採用したのが81から718、719系である。 車体についても81から717、714型から改良され、換気扇が車内に設置されたほか、前面の形状にも変化が生じた。編成は、戦闘車の81から718系、中間車の81から719型で、81から718系の試作車2両を除く、全車両に、 TK-117 型電動機が設置されている。1991年に試作車5両が完成し、モスクワ地下鉄で試験が行われた後、翌1992年から春季内下鉄で運用を開始し、1993年から1998年まで量産車20両が製造された。また、 新路線開通による車両増備が必要となった多種県と地下鉄から発注を受け2001年に20両の生産が行われ、これらは81から718.0、819.0型という形式名で区別されている。さらに2004年にはハルキウ地下鉄の新駅開業に伴い15両が製造されたが、これらはメトロワゴンマッシュで製造された車体と新規に、 購入した主要機器を春休地下鉄の車庫で組み立てる形で作られており、81から718.2、719.2型という形式名が与えられている。ありがとうございます。